にちは、三宅です。今回はですね、いよいよバレーコードというものにちょっとチャレンジしたいと思います。バレーコードの押さえ方の説明の前に、この図の説明をちょっとしておきます。これからこの F シャープマイナーの図が出てきます。でですね、これは人差し指なんですね。でこれ3番薬指、これ小指で、ここ空いてますね。でこっち、これはここ空いてませんね。でこれ、こっちの方が本当は見やすいんですけど、人差し指で全部押さえてくださいね。でここ薬指小指ですね。なんでこっちで書かないの君って話なんですけど、音が出るとこの部分をこう表しております。なのでこっちが正解といえば正解ですね。押さえる部分に関しては、音が出る部分に関してはこっちが正解。皆さんに承知しておいていただきたいのですが、決してここだけ浮かせろと言ってるわけではなくて、ここ人差し指で全部押さえてください。そしてその押さえた状態のまま薬指と小指2箇所ですねを押さえてくださいということです。で誤解のなきように、イメージ的にはこちらのが近いですかね。押さえ方としてはこちらのが近いのでです。ここだけ浮かす、これはとても至難の技なので、人差し指で全部押さえますということを頭に入れておいていただいて、これからの説明をお聞きください。それではどうぞ。これがですね、まあ本当に音が出なくて、昔ギターをやりだした頃にこれ練習してても音出ないし、ちょっと辛いからやめるわとかね、辛いっていうのはないかもしれないですけど、本当に音が慣れないと出ないんですよね。なのでもうやめる方も結構いたという話は噂ですが、聞いたことはあります。なので、なるべくそうならないようにですね、解説をしていきたいと思います。でまずですね、バレーコード、今回使うバレーコードは F シャープマイナーというコードです。音的にはこういう音ですね。ちょっと解説します。2つ目、2フレット目を人差し指で押さえますね。全部倒して押さえる。そして1つ開けて4フレット目の5弦薬指、4弦小指で、中指は、中指はこう宙に浮かしておいていただくか、人差し指をこうちょっとサポートするような感じで、人差し指の上に乗っけてこう押さえつける感じ、どちらでも結構です。こういう感じですね。人差し指をギターのフレットの上、フレットをこう人差し指で全部押さえるんですけれども、まずですね、押さえる人差し指の場所ですが、これはですね、このここではなくて、おそらく皆さんこうやっていただくと、そう自然とそうなると思うんですが、ちょっとこっち側になるんですよね。親指側のこの側面というわけ、真横っていうわけでもないですけど、斜めちょっとこの何ですかね、ここと真横の間ぐらい。普通にこう脇とかをこうやって開けるわけではなく、普通にこう持ってきた時に、人差し指はおそらくはこの辺ですね、ちょっと横あたり、真横じゃないですよ、ちょっと横あたりで傾くですね。そして付け根からこの先端までを使って押さえてもらうんですが、この付け根より下側はフレットのとこに入れないでください。上上げすぎて、なので付け根から先端まででここのフレットを押さえていた。あとこの高さは自由です。ちょっと下目で押さえる方とか、ちょっと上、本当に付け根ギリギリまで上に持ってきて押さえる方も見えますが、これは自分のやりやすい方でいいです。そして後ろの親指ですが、これ人差し指を伸ばすということは、親指が上に上がっていると人差し指は伸びませんので、まっすぐなりませんので、親指は下げてください。そして真ん中、そうですね、山の真ん中、後ろの真ん中まで親指下げていただいて、人差し指と親指の力で挟み込んでいただく感じですね。キュッキュッとこういう感じです。でこの時に親指横にならないように、こういう感じですね、フォーム的にですね。薬指と小指は普通に押さえていただければいいです。でもう一つポイントは、以前からお話しているように、このフレットになるべく寄せていただく。特にこのバレーコードはですね、ちょっと離れていると本当にこういう音になってしまう、もしくはパキパキです。なので人差し指、特にですね、これ寄せてください。で自分から見えてる部分まで寄せてもらえばいいので、上はダメです。もう見えなくなったら上に乗っかっちゃってるので、
見えるギリギリまで寄せていただいて、こう押さえる。こういう感じですね。で、中指はちょっと人差し指押さえたいなと思ったら上から押さえつけて、さらに音が出やすくなるかな。はい、これ押さえる順番ですが、だいたい人差し指から押さえるっていうのが押さえやすいと思うんですけども、その順番でいきますと、人差し指、薬指、小指ですね。もしくは人差し指、これが一緒にいけばジャッジャッって感じですね。これを押さえたままこう他の指をこう押さえるというか動かすのって結構やりにくい場合もありますので、順番的にはこの薬指小指から押さえて人差し指っていうパターンでもいいと思います。もしくはとりあえずここをめがけて2つ押さえて、あと人差し指を伸ばす。で、この時に注意はやっぱりこの2本がフレットよりちょっと離れてしまうと全体的にコードが向こう行ってしまいますので音が出ないので、なるべくこの特に小指ですね、小指をフレット4フレットの際のところまで持ってきて押さえて、こうやるとコードが全体的にこっち来ますので音が出るようになります。まあいずれにしましても最初は音は出ないと思います。もうひどい、こんなパキパキで、他のコードと比べますと手首がまず結構下の方に行きます、例えば C だとこんな感じね、 G 割とここら辺にあります。で、人差し指を伸ばしますので親指で下に下がりますね。そうすると自然と手首はこの辺行きますので、もうかなりここが突っ張る感じになる方も見えると思います。で、ちょっと痛い、まあ、あまり痛いようでしたらちょっとあんまり無理しないように練習をしてください。その F シャープマイナーを入れて使うコード進行ですね。今回は4つ D と A と E と F シャープマイナー、これも4回ずつ弾いて練習してみてください。こんな感じです。いきます。バレエコードにちょっと慣れていただいて、これができてくるとさらに曲のバリエーションというか弾ける曲が増えてきますので、ぜひ音はいいですからね、とりあえずこれまず動作それから押さえ方に慣れてください。ということで今回はですね、一つの難関であると思いますがバレエコードについて説明と押さえ方、4つのコードを入れて弾いてみました。バレエコードについては後々またいろんな形が出てきますので、その都度ご説明をしていきたいと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。